さんこんにちは、こんばんは。女装研究家のタイガです。今まで撮影とかしてきて、でなんだかんだね、皆さんからどう思われてるのかなとちょっと気になったところがあります。というのはですね、まあ僕こういう性格ですから、なんかやっぱちょっと男っぽいよねとか、そういう風にね言われがち、見られがちなところがね多いんですよね。なので、まあ、本当は僕は違うんだぞというところをね今回見せたいなと思います。心は男やとしても中身は一応ね女性です。心は男性やったとしても見た目は女性ですからね。その何があろうともやっぱりその立ち振る舞い、所作とかね、そういうのはやっぱり女性でいたいわけですよ。ですから今回皆さんにそういう女子的なところをこう見せようかなと思ってます。行きましょう、レッツゴー。じゃ今からパンチングマシンをやります。怖い。僕一応見た目は女子なんで怖いです。でも一応パンチングマシンやってみます。守らないと怪我をしてしまう場合があります。僕の、お茶目なところをね皆さんに見せれたんじゃないかなと思います。ゲームが下手くそだったりね、なんかおちょこちょいな場所ところ部分もありますから、そういうところでも女子力をね皆さんに披露できたんじゃないかなと思います。またよかったら見てくださいってな感じで、プリティな僕はそろそろお家に帰ります。ではまた皆さん、バイバーイ。